映画監督になるって夢だったの？コンピュータ会社の営業マンという現実で、バンクーバーフィルムスクールに留学を、もう撮影の授業なんかついていけなくて、うん、バンクーバーの空なのに、ね、俺何しに来たんだろうな。卒業式は侍の格好してあの今回はドキュメンタリー映画生まれるシリーズなどを監督されています郷田友さんにいろいろ話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介などなど、郷田友と申します。今はですね、ドキュメンタリーが割と多いんですけど、劇場用の映画を3本公開してまして、生まれるという映画が、まあどちらかというと割と知られている映画になるのかな。あとは小説のお姉さん婦人科というものを書いていたりとか、まあいろいろな活動をしております。今日はちょっと、そもそも映画監督になったきっかけみたいなのを聞きたいんですけど、そもそも映画監督になりたいと思ったのがいつ頃の話で、どういった経緯でって、僕が映画を好きというかハマったのっていうのは、僕はね、親との関係が良くなかったっていうことが映画好きになった一つ要因じゃないかと今自己分析をしていて、というのも映画が好きになった、まあ中学以降かな、まあ親とまあ長らくあんまりいい関係が築けなくて、4つ下に弟がいるんだけれども、はい、弟がまあ今で言うと発達障害的なというか、まあそんな感じで育ったとでもあって、はい、父も母も弟にまあ物理的にも精神的にももうとにかくケアをしないといけないという状態があったから、はい、で一方で僕はまあなんかほっとけばまあ育っていくっていうタイプのこう子供だったんで。はい、まあ親の愛情というものをよく知らずにこう育ってきたっていうのがあって、でそうするとね、これ無意識のうちにだんだんこうこの世の中っていうものに対する居心地が悪くなってきて、まあ例えば家庭の中でもやっぱり自分の居場所がないとか、やっぱ自分が愛されてるとか信頼されてるとか見守られてるとか、そういう感覚がないから、それでその現実逃避の手段の一つとして僕は映画をその時は選択したんじゃないかなと。そうなんですね。で、まあ映画が好きになって、映画が自分の癒しになっていったっていうところじゃないかなと。はい、ちょっとずつ映画見るようになってたんだけど、浪人をしたね、高校から大学になる時に、はいはい、ポッとこう空白の期間が浪人の時にできて、はい、でその時に勉強だけじゃなくて、こう自分の人生これからどうしたいのかなっていうのも、なんか考えるやっぱ時間もできたんだよね。で人生どうしようかなっていうのもまあ考えていた時に、常にロマンを持ち続けられるようなお仕事がいいなっていうのはすっごい漠然と思って、とりあえずなんかこうロマンが持てるような仕事がいいなっていう時に、たまたまその映画館で見たのが、7月4日に生まれてトム・クルーズの、そうトム・クルーズ、オリバー・ストーン監督の、まあ、ベトナム戦争にトム・クルーズが行って、はい、で下半身不随っぽくなって、はい、で車椅子生活になって反戦運動するっていう、うんうん、まあ重くて重いですね重くて楽しみが全くない映画で、はい、なんだけど当時はな、パンフレットっていうのをね、はい、買う習慣があって、でパンフレットを買ってまあいつもの映画のように、まあ、読んでいたら、そのトム・クルーズが車椅子に、まあ、乗る役をやるために1年間車椅子で生活をしたというふうに書いてあって、はい、おっすげえなと思って。1年間車椅子で生活するほど役をこうしっかりとやりたいと思った、どうしてなんだろうなと、これはやっぱり映画というものにトムはロマンを感じたんだなと、やっぱそれだけかけてもいい何かこう熱量というかものが映画というものにあるんだなと、その時の僕は解釈をして、はい、それでそのロマン持ち続けられるような仕事がいいなっていうのと合致して、はい、あ映画だと、映画の仕事をしたい、でなんとなくまあ映画の仕事いろいろあるけど、その時にしてた僕の映画の仕事っていうのは俳優と映画監督しかなかったから、はい、その頃はサウンドマンとかね、そういうのよく知らなかったから、映画イコールそうですね、俳優と監督ぐらいしかわからないですよね。そう、本当に、はい、その時に、あ、僕は映画監督になるぞと、はい、浪人生の時に。浪人生でって、なかなかすごい。で、大学入ってから、よし、これからは映画の、はい、こう映画監督になるための、活動するぞと。学部は何学部だったの？僕は法律。
映画監督になるために活動するぞと。まあでもね、その大学というのはあくまでその将来的な、まあ、資格的な意味合いとして入っただけで、はい、中に入ってから大学で勉強する気はさらさらなくて、うん、だから、まあ、法律学部って、まあ、僕が行ってた法律、あの中央大学の法学部なんだけど、はい、まあ、ほぼみんなゼミに入って、はい、まあ、ほぼみんな弁護士としての、弁護士の勉強するんだけど、ね、はい、僕一人だけ、いや俺映画監督になりたいな。いないですよね、そんな人。ゼミにも入らないし。入学して速攻でそんなこと言ってるって、何しに来たんだって話ですよね。そうそうそう。でも、あの一応、中央大学には、まあ、はい、あの一応は行くけど、中央大学卒業したら僕はアメリカン大学に行って本格的に勉強をすると、うんうん、でその4年間にそのベースとなるようなこう勉強というかね、はい、っていうのをしようかなというふうな意味合いもこうあって、うんうんうん、で大学3年生になりました、はい、で就職活動の時期になる。そうですね、うん、で周りはみんな就職活動し始めると、うん、であれ英語監督ってどうやってなんだろうなとそもそもですよね。そう、そもそも見る一方で、うん、そっちの方はまだ2年間考えなかったってことですか。考えてなかったよねとにかく見ようその辺を、はい、そう、その辺はしっかり考えて、なんとなく漠然とその頃はどっか映画会社に入って、はい、それで、まあ、助監督として、まあ、活動して、はい、で20年後に映画監督になれるかもしれないっていうのがほぼ唯一の道だったんです、はい、だからなんとなく映画会社に入ればいいのかなっていうのがあったから、あんまりこう突き詰めては考えてなかったんだけど、はい、で大学3年の時になって、そうだと どうして映画会社に就職すればいいのかなとか言って、で学生課っていうところに聞いて、はい、あの映画監督ってどうやってなったらいいんですかねって聞いて、いやそんな知りませんよとか言ってそんな質問する人はまずいないですよねなんか、まあ、ちょっとしたショックを受けて、はい、まあ、アホなんだけどねそれまでね、僕3年間っていうのはもう毎日楽しくてしょうがなかった、はい、俺は生涯映画監督になるんだと思って映画を見て、おお面白い面白いと思って、こういろいろ分析して、はい、で学生課に行って、なんか知りませんみたいな感じで言われた時にあ、そうかと、あれ映画監督になるって夢だったのまあ夢なんだけど、現実がそうそう、すっごい現実を目指せられたわけ、はい、その就職活動というもので、その時にあ、そっか、俺は夢を見てたんだな、現実を見なきゃダメなんだなとちゃんと周りのね、みんなやってるように現実を見て行動しようと思って、で僕も就職活動を始めて、まあ、あるコンピューター会社っていうのをなんとなく受かって、はい、じゃあ俺の人生このまま終わっちゃうのかなみたいな感じで。そこに入ったんですか。そう、そこに入った。あ、だからもう映画っていうのはもうポンと、もう自分の人生からほぼなくなって、で、現実コンピュータ会社の営業マンっていう現実で生き始めた、それからは。でコンピュータ会社に入って、はい、でそれもなんかあんまりやる気のない新入生よく受かりましたね。しかも営業マンだった、僕は採用された、はい、で営業なんて最もやりたくない仕事じゃないしかも僕入っていきなりやらされたのが、そのコンピュータ会社はなんかある、電気量販店を持ってた、はい、当時は。でいきなり何の知識もないのに、その電気量販店に行って、うん、販売員として、はい、その配属させられるわけ、うん、2週間何にも知識ないのにで研修、そこの研修が終わって、はい、で営業部に配属されて、はい、で最初にやらされた仕事っていうのは、うん、飛び込み営業。あ、はいはい、飛び込み営業をさせられる。で営業なんかやったこともないし、しかもなんならちょっとシャイです僕はみたいな状態がいきなりこうね、はい、そんな飛び込み営業をやらされて、でとてもじゃないけどね、そんなできないけど、でもね、せっかく配属されたからには、うん、なんかそこでトップになってやるぐらいの意識もちょっとあって、うん、でそれでなんでそれが持てたかっていうと、はい、その会社がね、MBA 留学をさせてもらえる制度を発見したわけ、はい、入社前に。それでも一気に僕テンションが上がって、これは海外に留学して MBA を取って映画会社を経営するぞって。そっちですね。そう。MBA 取ってこの会社さっさと辞めて、MBA 取るぞ、あの会社、映画会社に入るぞっていう目的を、新しい目的を持って、はい、うん、それでまあテンション上がって、うん、でそれでまああの営業やったこともないけど、うん、まあ、あのちょっと頑張ってみようかと、うん、
ていうのもね、やっぱり、ね、それの優秀さを、まあ、示さないと留学なんかさせてもらえないだろうっていうのが、それがまあ入社して割とすぐだったから、もうやめずにやるぞって感じになったんです。そう、はい、で結局ね、僕その会社で3年間営業をやって、はい、まあ、法人営業だから、うん、契約書を交わすまでが営業の仕事だったのね、はいはい、でだからまあその契約とかっていうのにもすごく詳しくなるんだよね、うん、でこれが後々になってすごく生きるんだけど、うん、これは僕のあくまで考えなんだけど、はい、今の日本の映画の状況っていうのは、はいはい、映画監督だけで食べていく非常に難しい、はい、でその時に何が必要かっていうと、うん、僕はねビジネスの知識がものすごく必要なんじゃないかと思う、はいはい、まあちょっと飛んじゃうけど、その後僕映像の世界に入った後に、はい、いろんな映像作家の人たちがどんどん潰れていく姿をいっぱい見ていて、はいはい、それってのはやっぱビジネスの知識がないことで、結構皆さんそうですね、うん、その辺なかったり、うん、興味あるけどやっぱ面倒くさいと思っちゃう人がやっぱ多いですよね、うん、そう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 、はい、で、うん、趣味で映像を作るだけだったらいいけど、誰かのために映像を作ってお金をもらうということになったら、はい、これはもうれっきとしたもうビジネスなわけ、うん、はい、そういう交渉力とかってやっぱ営業の時につけたのね、はい、でそれによって、まあコンピュータ会社の、まあ、仕事から映像の仕事になった時に割とスムーズに、うん、その映像の仕事が、うん、まあ、できたというか、うん、当時その、うん、すごい嫌だった営業の仕事、もう本当死ぬほど嫌だったんだけど、うんうん、が今になったらすごく生きてる、意識せずめちゃくちゃ嫌だったわけですね。そう、うん、だ本当ね、まあ、なんか使い古されたような言葉で申し訳ないんだけど、うんうん、このように無駄なことはないなそれから、うん、じゃあまあ MBA 取るぞと、うんうん、まあ、3年間営業やって、うん、その後はそう、また新しい別の映画を見てちょっと人生が変わったんだけど、はい、ファイトクラブというね、はい、デビッド・フィンチャー監督、はい、ブラッド・ピット、エドワード・ノートの主演のやつ、はい、を映画館でもう見た時にも衝撃的で、うん、僕はあるシーンに対してすごく衝撃を受けて、はい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 、ブラッド・ピットとエドワード・ノートンがあるコンビニみたいなところに強盗に入るシーンがある、はい、でそこで店番をやってた人を、まあ、外に連れ出して、で彼が持った財布を物色したりするようなシーンがあって、でその時にブラッド・ピットがその店番してた子にお前の名前なんだよとかっていろいろ聞いてるわけで、その時にブラッド・ピットがお前が本当にやりたいことは何なんだと、でその店番してた子に聞く、はい、うん、でその時にその店番してた子は僕は獣医になりたいって、うん、動物の主さんの獣医、はい、でその時にブラッド・ピットがお前獣医になりたいのにこんなコンビニみたいなところで何やってんだよみたいな話になるわけ、うん、でそこでブラッド・ピットは彼にこう銃を突きつけて、うん、もしお前が明日から本気で獣医を目指すのであればお前は生きている価値がある、はい、だけど本気で目指さないんだったらお前に生きている価値はないからお前をこの場で殺す、はい、みたいなことを言うシーンがある、はい、でその時に僕はブラッド・ピットがまさに僕に話しかけられてる、話しているような気がして、はいはい、ブラッド・ピットが僕にねこう銃を突きつけて、はい、お前本当映画監督になりたいんじゃないの、うん、映画作りたいんだろうと、うん、何やってんだよと、で明日からね本気でそれをやらないんだったらお前生きてる価値ないよと、うん、って言われてる気がしたの、ブラッド・ピットに、はいはい、そんな何でもないシーンなんだけど、はい、僕は映画を見ながらもうドワーって言って涙を流して泣いたわけですね。そう、泣くような誰も泣くシーンじゃない、はいはい、でね、当時、まあ、付き合ってた彼女がいて、はい、まあ、その彼女にね、で僕は本当は映画監督になりたいんだよ、だからその道を進むことを許してほしいっていうのを、うん、なんか泣きながら頼んだんだよね、その日の夜に、はい、とその時に僕もう28とか29になってて、はい、ちょっとこの第二の人生をスタートするにはもうギリギリの状態、うん、そのコンピュータ会社で働いてたから、うん、だからあんまり長いこと映画を勉強するということはできないなと思って、はい、資金的なものもあって、うん、でバンクーバーフィルムスクールは1年間で、はい、スパッとこう勉強できるというのを持って、うん、はい、でバンクーバーフィルムスクールに、僕が29歳の時に、はい、留学をしました。行ってからはもう映画監督になるんだと。うん、そうで、バンクーバーフィルムスクールっていうのはまあなかなか、いいプログラムをやってて、うん、その1年間アメリカで3年間かけてやるものを1年でやるから、はい、ものすごい凝縮されていて、はい、でそれまで僕それなりにまあ英語は勉強してたんだけど、はいはい、
もう全然違うのに、あの使う英語が、うんまあ、特に撮影技術のところはすごい専門的な英語が多くて、はい、被写界深度、はいまあ、これ日本語でも大変だけど、ビルドオブデプスオブフィールドとかね、デプスオブフィールド、そうそうそう、はい、アパチャーとかなんかいろいろあるわけ、はいはいはい、でそのちっちゃい単語だったらいいけど、うん、全部がそういう言葉で形成されてるから、うん、もう撮影の授業なんかついていけなくてるんで、うん、何言ってるかさっぱりわかんねえと思って、うん、授業中に僕あの授業から抜け出してバンクーバーの空なのに俺何しに来たんだろうな行ったのにそう、せっかくここまで苦労して行って、はいはいはい、あしかもねちょっとまあ変な話、あのその当時付き合ってた彼女は、はい、あの結婚してくれないと困るって言われて、はいはい、そのまま10年近く付き合ってきて、はい、でずっと僕のことを待ってくれて、で真っ当な仕事についてっていう彼女だったから、はい、もうこれはちゃんと結婚してあげないといけないなと思って結婚して、それで、はい、彼女は東京、まあ、僕はバンクーバーという遠距離で、はい、まあ、あの生活し始めて、はいるんだけど、まあ、そのぐらい、まあ、いろんな、まあ、お金もそうだし、それまでの仕事もキャリアも辞めてたし、いろんなものを背負って来ている中で、はい、何言ってるか分からないすごい根本的なところでつまずいて、はい、だからね、あの特に最初の 2,3 ヶ月はちょっとしんどかったね、はい、でもしんどかったんだけど、すごくありがたいことに、あの友達に恵まれて、あのカナダ人のやつなんだけどね、アニメオタクのやつがいたんだよね、うん、なんか日本のアニメがすごい好きで、うん、ランマ2分の1とかマクロスとか、うん、そういうのがすごい好きで、そういうのもあってなんか日本人にあのちょっと親近感があったようで、はい、でいろいろ話しかけてくれたりとかして、うん、で彼と僕はすっごい仲良くなって、うん、もうほんと親友になるんだけど、はい、未だにあのもうバンクーバー僕離れて15年経つけど、はい、未だに毎年のようにお互い行き来してるようなぐらい仲が良くて、でほんと彼には救われて、うん、よくわかんないところもいろいろね、あの、なんだろう、こう解説してくれたりとか、あとやっぱり外国で暮らし始めるっていうのはやっぱり孤独っていうものがすごい付きまとうんだけど、そういう孤独を感じることも全くなく、まあ本当毎日楽しく自分のこう目標に向かってこうなんか走り続けることができたのが、その彼に恵まれたっていうのがすごい大きいのかなと。その後自分で監督は、うん、する時はあったんですか、ね、いや最後にやっとチャンスが巡ってきたんだけど、うん、それはね卒業制作をせ、うん、あのやりましょうと、はい、特にあの監督として手を挙げて初めて、 初めて、はい、まあ7分8分ぐらいの短編を作って、うん、学校の卒業式、はい、でまあ映画学校というのは、まあ、卒業式っていうのはある町の映画館を借り切って、うん、でそこで今までその1年間作ってきた映像っていうのを、うん、まあ、みんなで鑑賞して流して、はい、で卒業制作もまあ流して、はい、やるんだけど、うん、1個問題があって、うん、その卒業制作時間的に5作品しか流せませんって言われて、でそこで全員で全部を見て投票で決めようとなったの、はい、まあ、絶対5位に入るだろうと思ったら俺6位だったんだよ、うん、うわ、はい、それがもう、本当の初めての監督作品ってことですか。そうだね、そう、そういう意味では、うん、卒業式は行ったんですかね。卒業式行った、うん、しかもあの侍の格好してきた侍アクション映画に興味ない、侍は興味ない、侍は興味ないですからつって決まってるじゃない、お金よとあ、お金なんだ、もうちょっとお金欲しい、だからお金欲しいんです、お金くださいって200万円出してくれるって言われて、おー出かしたっつってその人頼んでみようかしらみたいな2億円か、もうお金ないめちゃくちゃいいこと、いつも言っちゃうんですよ